はスカイウェブのシートダンパーの交換をしていきます。このスカイウェブもう12、3年乗ってるんですけども、1回目はもうすでに交換したんですが、見てください。シートがこういうふうに落ちてしまうんですね。離すとダンパーがね緩んで落ちてくるんです。5年前に1回変えたんですけども、純正から変えたんですけども、さらにまたもう5年経ってこういう状態です。なのでアマゾンで、これアクセルっていうかな、アクセルの、ガスダンパー、これが適合するということで買ってまいりました。ここにね合格27キロっていう書いてあって、はい、でここには中華製なんで分解し合いぞくださいと、わけのわからない日本語がちょっと書いてあるんですが、まあちょっとこれをね、使って交換していきたいと思います。ちなみにこれが純正です。1回目につけてた純正のガスダンパーなんですが、比較するとほぼね同じ感じ、同じ感じです。では取り付けていきたいと思います。はい、じゃあちょっとカバーを先に外していきます。はい、カバーを外して、ダンパーのネジがちょうどここにある、ここにあります。これを先にね取っていきます。5ミリで、あ、5ミリで入りますね。こっちだっけ、こうだ。本当はね、これカバー全部取った方がやりやすいんでしょうけど、めんどくさいんで、このままねカバーつけた状態で隙間からネジを取っていきます。その前にこれ落ちちゃうから固定しないといけないんだよね。シートがね落っこってっちゃうんで、大丈夫だよ、やってみる。これ一貫で回してダメ。ああ、いいよ。カバー取ろっか、そんな難しくないから。劣化してってさ、粉々になっちゃうね。これで取れる、取りやすくなりますね。じゃあ取っていきます。
れました。下は取れました。そして今度は上を取ります。ここのピンをまず取っていきます。取って、でこのワッシャーも取ります。そして、はい、取れました。はい、では取り外れましたんで、ガスダンパーつけていきたいと思います。はい、下はつきました。今度上です。ここはめてワッシャーを入れて、でピンを刺していきます。はい、それでは試してみたいと思います。一回閉めました。下がらなくなりました。はい、ということでガスダンパーの交換でした。